の概念で通常は意識に上らないが努力すれば意識化できる記憶等が貯蔵されていると考えられる無意識の領域である。無意識の領域に存在すると考えられる記憶や感情構造は通常意識に上ることはない。それゆえにこそそれらの記憶や構造は無意識であると言われる。しかし確かに知っていると思えるが具体的に。 どういうことであったのか思い出せない記憶とか知識などは存在する。思い出そうとする努力を通じて、そのような記憶や知識が意識によみがえり、思い出されるという経験も多数ある。あるいは、全く忘れ去っていた、または、そんな経験などしたこともないと思っていたことが、思いがけない何かのきっかけで記憶によみがえり、思い出すというようなこともしばしばある。 無意識の領域にあったと考えられるが、何らかの努力や契機において、意識に上るような記憶や知識、感情等は、意識の領域と、無意識の領域の両方の領域に存在することになる。そこで、このような、心の領域の特定部分を、全意識の領域と称し、略して、全意識と呼ぶ。ジークムントフロイトの無意識は、抑圧する無意識で、 無意識自体には何の目的性もなく自我との関連で心理力道的に意識に影響を及ぼす。無意識の領域にある記憶や知識は意識に上ることは通常ないが自由連想法などを通じて意識化することも可能である。抑圧されて無意識領域にあった記憶等が思い出されるということは 自由連想を通じて、抑圧記憶がまず全意識に移動し、そこから、さらに、意識の領域へと移動し、意識化されるということを意味する。このような過程を繰り返すことで、無意識の抑圧構造が変化し、抑圧によって生じているとされた、神経症の症状等が治癒するというのが、フロイトの治療理論であった。フロイトの無意識は、 個人の心における現象を説明するために仮定された構造の領域である。これに対し精神分裂病などの研究より深層心理学の理論を構想したカール・グスタフ・ユングは無意識には個人の心を超えた民族や文化やあるいは人類全体の歴史に関係するような情報や構造が含まれている領域があるとした。ユングは このような無意識の領域を集合的無意識と名付け、そこには世界の様々な神話に共通して出現する古代的な典型が構造として力動作用として存在するとした。ユングによれば集合的無意識の内容は決して意識化されない。全意識の現代心理学的な解釈として全意識の内容とは長期的記憶であるとされる。しかし、 ユングの集合的無意識がその一つとも考えられるが、人間の大脳には先天的構造が存在し、当時精神機能に関係する。このような構造としては、例えば言語能力が挙げられる。言語において具体的な文章がどこで生成されているかというと、それは先天的構造の存在する無意識と意図が意識的に存在する意識の中間の領域である。 したがって、それは全意識の領域だと言える。ユングの原型がイメージとして、姿を構成されるのも、全意識の領域においてである。深層心理学の理論は、非常に多彩な展開を示す。トランスパーソナル心理学は無論として、意識の領域を超えた、無意識の構造が、どのように意識の内容と、作用するのかということが課題としてある。このような無意識、または、 超意識と意識の間を介在する。心の構造をとして、全意識の概念が適切であることが知られる。ありがとうございます。